ヨハン・ボック・ホルストによるエレーヌ・フールマンの肖像画、1630年頃、ピーテル・パウル・ルーベンスのエレーヌ・フールマンと息子・フランシス、アルテピナ・コテーク所蔵。毛皮をまとったエレーヌ・フールマン1636年から1638年頃、美術史美術館所蔵。エレーヌの聖火・フールマンや聖院の紋章と、再婚相手ベラヘーク博の モンショールクセンブルク対抗聖使妃ステファニー・ドラノア。エレーヌ・フールマンは、バロック期のフランドルの巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスの2番目の、妻である。エレーヌは、ルーベンスのいくつかの肖像画の主題であり、他の宗教画及び、神話画のモデルを務めた。エレーヌ・フールマンは、アントウェルペンのシルクと絨毯の商人である父、ダニエル・フールマン一世と、母クララスタ・タッパーツの末娘として生まれた。 裕福な一家は子供に恵まれ、エレーヌには彼らには4人の兄、ペートル、ダニエル2世、ヨハンネス、ヤメスト、6人の姉、クララ、ヨハンナ、シュザンヌ、マリア、カタリーナ、エリザベトがいた。姉の多くは、名家の男性と結婚した。父ダニエルは、ルーベンスの仕事仲間であり、パトロンだった。エレーヌがルーベンスと結婚したきっかけは、画家が姉、 シュザンヌの肖像画を制作したことであったと言われている。ルーベンスの死後の1645年には、後の初代ベラヘイク伯爵ジャンバティストド・ブルーク・オーバンと再婚した。エレーヌは1673年にブルッセルで死去し、最初の夫、子供、親と共にアントウェルペンのセント・ジェームス教会に埋葬された。エレーヌ・フールマンは1630年12月6日に、 セントジェームス教会でルーベンスと結婚した。ルーベンスの最初の妻、イザベラ・ブラントが1626年に死去してから4年後のことである。結婚当時の彼女は16歳で、ルーベンスは53歳だった。約10年に及ぶ結婚生活で2人の間に5人の子供が生まれている。ピーテル・パウル・ルーベンス・ルーベンスの死後、エレーヌはアントウェルペンの司会議員。 判事補佐官であり、後に初代ベラヘイク伯爵となったジャンバティスト・ド・ブルーク・オーバンとの関係を始めた。1644年10月9日、最初の息子である第2代ベラヘイク伯爵、ジャン・ド・ブルーク・オーバンが生まれ、二人は1645年に正式に結婚した。夫は彼女の死後10年に見とない1681年に、 外交施設として訪れていたトゥールーズで死去した。初代ベラヘーク伯爵ジャンバティストド・ブルーク・オーバン。ルーベンスの晩年の作品は、官能性と活力に満ちているが、それは、若いエレーヌと結婚した影響であると言われている。エレーヌ・フールマンは、その美しさを称えられたが、とりわけ、スペイン領ネーデルラント総督、フェルナンド・でアウストリアは彼女を、間違いなく、 ここで最も美しい女性と述べ、ルーベンスの友人である詩人ヤンガスパール・ゲバルティウスは、トロイアのヘレネを遥かにしのぐ、アントウェルペンのヘレネと称賛した。彼女の孫である、第三代、ベラヘイク伯爵の多くの子孫の中には、ルクセンブルク対抗生死費、ステファニー・ドラノアがいる。ありがとうございます。